じゃあまず、じゃあ、あれあれ、あ、逆さまだ。普通こっちからじゃないですか、こうだから。結構、普通こうに開けるがちだけど、逆さまなんですね、こうなんですね。ここ、ここね。まあ、こんなのいいんですよ。はい。結構大変。つらい。あれ、なんかぎっしりめ結構。あ、これ板か、板か、これ。開けていきます。中から、はい、まず入ってたもの、保証書、あとはなんかぐだってるよ、ぐだってるめちゃめちゃぐだってるよ。あとはなんかUSB と本体をつなぐ、まあこれ充電ケーブルかな、充電ケーブルと、あとイヤホン、イヤホン開けた方が見やすいよね。開けちゃおう開けちゃおう。はい、イヤホンです。くるくる丸まってるね。あとはイヤホンのこの先っちょですね。ここの先っちょのサイズがいろいろなんか M とか S とかあるんで、それを自分の耳に合わせてやる何か。あと製品登録のおすすめって、なんか紙とオーディオ機器のなんか録音のなんかの紙、あとクイックスタートガイドと取扱説明書ですね。これだけかな入った。あとはさっき言ったおりおり、外れね、外れない、あ、外れた。うわ、ちっちゃい。これあとはこちらです。なんか電源入った？なんか入った、開けたら入った、急に電源が入った、開けたらはね、この至ってシンプルな、少ないね、量がね、入ってる量がね。で、あとそうそう、これでいいところとね、ちょっとデメリットっていうところがあるんですよ。そうで、これのいいところっていうのは、さっき言ったようにパソコンなしでも撮れるっていうね、ところなんですけども、パソコンなしで撮るときっていうのは、ケーブルが先にまた別に必要だよってさっき僕言ったんですけど、それもね、今ちょっと出しちゃうんですけども、